グダグダ配信です。ごめんね、マジでごめんね。お母さんから電話が来た。やばい、なんかすごい今日めっちゃ映るな、このペン。やば、どうしよう。ダメだ今日。あー、はい、大丈夫大丈夫、みゆちゃん大丈夫。黒島さん、まだ黒島さんが私の精神を安定させてくれるから。ごめんね、今ねもうほぼ書き終わってるけど、なんかサインのね、ちょっと映っちゃうのか。ペンがいろんなところに映って困る。てか15分もやってるわ。みんな忙しいよね今の時間。ちなみに市民だからパチパチパチ行かなかんでしょ。行くからね。ありがとうございます、嬉しい。待ってるね、パチパチパーチ絶対来て。なんか結構お仕事で行けませんっていう方多いんですけど、本当に休み取ってきてほしいレベルで来てほしいです。お願い、これだけは本当にお願いなの。私はこの一宮市民会館を埋めて8期生10周年はもっと大きい会場を目指したいって思ってるから、ここで埋めないと次がないなって思ってて、だから来てほしいんだ。だから呼び込んでる。駐車場大丈夫かな、駐車場大丈夫なんじゃないかな。今日は早い時間にお会いできて嬉しいです。私も嬉しいです。みんなが元気ならそれで嬉しい。で、上手、書くの書くの上手じゃない。一宮駅からのウォーキング準備もあったんです。え、マジでちょっとかかるね。20分30分くらいかかるから、熱中症は本当に気をつけて、ライブをねやっぱり一番元気な状態で見てほしいので、そうね、散歩道楽しいとは思うんですけど体調には気をつけてくださいね。汗だくになると思う、本当に保冷剤握りしめてきた方がいいよ。あとハンディファンねとか、アイス食べながら行くよ。今の時期暑い、そうだよ、8月のね、一番最初でしょ、めっちゃ暑いじゃん。てか普通に考えてさ、私さ8月2日ティフなんだよね。8月2日ティフ、8月8一宮市民会館でライブしてるの、8期生の。え、これ言い方合ってんのかな、8期生のワンマンライブで合ってるよね。別にすごくない、嬉しいんだけど。なんかサマーツアーが終わって隙間もなく間が空くことなくね、この私たちが主催のライブができるっていう、いろんな夏のイベントに参加しつつそういうことができるのが嬉しいですね。そう、パチパチパッチの後はサマステもあるね。本当にやばいよ、みんなついてこれそう、ついてきてくれなきゃちょっと寂しいなって感じなんだけど。そう、だから体壊さないようにね。はい、そうね、チームインの2人は3日に仙台もあるんだ。書けました。え、これ当たりになりますかね、この私のサインとよだれ猫。当たりって思ってくれる、大丈夫そう。え、いいかな、ちょっとこれだけ気になるけど。ね、なんかさ裏技みたいなの知ってる人いないかな。なんかこういうさ、ちょっとさインクがさここ擦れちゃったのよ、身のところシュッてちょっとごまかせてるかもしれないけど、こういうのって何かで拭き取ったら取れないんですか、インクシュッてなっちゃったやつ。なんかあって取れない、アルコールとか。ダメか、溶けちゃうか、ないよな。なんか今までちょっと擦れても申し訳ないと思いながら。当たり？パチパチパーチーは現地でもグッズ買えるのかな。そう、現地でも買えるんですよ。だからその多分現地に入るのかな、これは分かんないけど。
いい、擦れててもレア。逆にいい。あ、本当？これ私の手が擦れたところだからね、これ。私のここです。ここが擦れました。 お疲れ様です。ありがとう、車検さん。ちょっと久しぶり、ショールームめっちゃ久々かも。やばい。はい、できました。チパチパーチーの当たり生写真です、こちら。これはいつか誰かのもとに、11人ぐらい、11人かな、当たりです。さらにちょっとゲストが来るまで私はサインを書いて待っていなさいとゲストに言われたので、サインを書いて待ちたいと思いますよ。見せちゃっていいのかな。そう、あんまり見せないでおくね。これオンライン特典会の生写真です。かわいいです、こちら。すごい枚数だよ、みんな見て。これが倍ある。もう一個ある。あ、ピンポン。ねえ、来た、みんな。やっと来たんだけど。アミーツ来た。ウーバーイーツならぬアミーイーツが来ましたよ。アミーツさん、料金いくら？料金いくらですか？あ、めっちゃ映ってる、めっちゃ映ってる、めっちゃ映ってる。アミーツ来ました。ゲストと、ごめんなさい、本当に。またお母さんから電話かかごめんなさい、本当にごめんなさい。私書いたよ、これ。はい、今日のゲストは、そう、草草だけど大丈夫そう。いいよ、ちょっと映りなよ、ちらっと。今日のゲスト、黒島アミチュアンでーす。アミヤです。かわいい、今日もかわいい。ありがとう。はい、ありがとう。なんかね、ジュース買ってきてくれたの。こちらはですね、はい、580円です。お、いい値段ですね。いい値段だよ。580円あげよありがとう、お小遣いね。あ、もうちょうどめっちゃちゃんと500円あるの。本当に？うん、ぴった素晴らり？しい。この前ね、黒島さんとご飯食べに行った時かわかんないけど、新紙幣持ってるのめっちゃ自慢されたの。そう、持ってはい、ある。げる。ありがとう。私も持ってます、あ、持ってる？こちら。わ、本当だ。しかもさ、そう、そっちの折り目つけてないよ、まだ。本当に？うん、ありがとう。買ってきてくれたのでお金を返却しました。えらい、えらすぎるってことで、暑いのでジュースを飲みます。皆さん、パチパチパチ来てください。パチパチパチに来てくださいね。カメラ右派なんだね。あ、そう、右派、こっち派、こっちの困っ方ちゃが好ったきだわ、今から。びっくりしたよ。そうだよね、好きな顔こっちだもんね。うん、ねえ、見て、アミちゃんが買ってきてくれた。優し乾杯。いただきます。嬉しい。そう、今日はバチパチパーティーに来てっていう圧をかけてる。い。あ、そうなかっの？こ圧。マジあとちょっとだからね。うん、みんな悩んでる暇ありませんよ。本当だよ。だって児童女性席三角になってたよ。あ、本当？うん、一般は丸になってた。一般っていうか普通の席は丸になってたけど、でも言うてえ、マ数字ジ？を聞いたんですけど、そう、マジであとちょっとなんですよ。本当にあとちょっとだった。あとちょっとで満席なの、ソールドアウト。私もしようかうん、Wi-Fi つけてる？あ、作ってない。つけたらちょっとすでに行く人はどうすればいいですか？お友達とか職場の人に声をかける。そうだね。だってさ、今回これ埋めたらさ、10周年もっと大きいところで建てるかもしれないじゃん。そうだよ。そうだよね。頑張ります。なので見に来てください。 E プラスさんで一般発売中でございますので。そうなんですよ。で、今私は配信で喋りながらサインを書いているんですね。オンライン特典会のサインを購入していただき、当選した方はおめでとうございます。おいしおいい？ しそれ何？うわ、すごいの飲んでる。チョコバナナシェイク。やばい、チョコバナナシェイク飲んでる、この人。やば、その日お仕事なんだけど、だって休んで休んそれはかわいそう。お願い。その日だけは、だから私がよく言うんですよ、配信でね。こういう言い訳をしたら絶対に許してくれるよっていう。あ、会社で？うん、そう、会社で
公表するたいんですけど、あの実は僕婚約者がいて、婚約者がいて、その日どうしても婚約者に会いに行かないと婚約を破棄されるから、お願いだから行かしてほしいって言えばいいんだよ。そんなこと言って休む人いないと思う、ね、婚約者って、うん、だからそれぐらい重要なことだって言ってほしい、うん、でも8期ライブはマジで来た方がいいですよ。歴史的瞬間だもん。一宮でライブなんて今後あるか分かんないからね。凱旋めっちゃ写真撮るやん来てお願いだから来てほしいです。待ってます。絶対楽しいライブになるからさ、めっちゃ来てほしい。書いてるよ。ちょっとそんなスクショしても見えないぐらいブレさせて写しちゃこれは私8月5日かなにオンライン特典会参加するの。さっきこれの枚数も言ったでしょ。おいっと、それもあんま良くなくない。そうなの、どうなのでも結局さ、結局当たりは当たりだからさ、うん、まあ、いや届いた人にはさ、貴重これ何枚あんのかなっていうワクワクは届けたいわけじゃん機密情報でも分かんないじゃん。一回謝罪してもらっていいですか。機密情報を本当にすいません、機密情報言ってしまってごめんなさい全然いいとは思ってきました、すいません。まあまあ別にどっちでもいいと思うけどね。失言ですね。気になってた私は。結局当たった人をさ、かき集めたら何人でしたってバレるのね。このペンさ、新鮮なペンすぎてさ、めっちゃインク飛ぶ、うん、すごい、うん、それも味だよね。味ですよね。てか私の配信見てた、うん、怖っ、うん、ありがとうね。だって同期の全部通知来るもん。マジ、うん、誰の通知も取ってないよ私。だって LINE 返ってこなくなったら困るじゃん、うん、あ、そうあと何喋ってんのかなとかさ気になる。マジでめっちゃ恥ずかしい。私変なことしか喋ってない。だってさ、配信してるの分かっててさ、うん、LINE とか送ったりするじゃんね。あ、まあ確かに。それ何喋ってるかなって聞きながら送ったりしてるよ、うん、やばいちょっとさ、ネットストだよね。うん、ネットストがやば、おもろ。そのペンもランダムで欲しい。だってこれいる、これ。野村さんの手汗が染み込んで、手汗かいてない書いてないから。い 努力の 手、まあまあそうだね、ってなってる。いろんなことを経験した手ですからこちら、はい、すごいよね。この手でマイクを握り歌って踊ってるんですよ私って。うん、左手だけどね、マイクはねこっちですねすごい。私この時間にマジでやらないから、めっちゃ人が、初見さんとか初訪問がめっちゃいて嬉しい。本当に、うん、じゃあ私もやってみようか。やろうよ。アミちゃんも自分のルームで配信するみたいですよ。パチパチパチ、人いっぱいになるかな。でも嬉しい、あとちょっとってところにまで来たのが嬉しい。いや全然多分 今の状態でもいっぱいだと思う、うん、いっぱいだよね、うん、そうだからもう満席、席足りなくて誰か立って見てるぐらいのレベルにしたいそうなんですよ。こんにちは、こんにちは。ちょっとパチパチパーチの URL を貼ってなくて申し訳ないんですけど、あの私のインスタのストーリーから飛べます。あ、私じゃあショールームの横のとこに貼ろうかな。あ、いいじゃん。プロ今日も可愛い、ありがとう。販売させたい。そうなんですよ、友達とか連れてきてくださいぜひ。でまあ SKE に推しがいない方とか、今これたまたま配信見てる方もぜひ来てください。名古屋から電車で10分ぐらいで一宮着くので、ね、めっちゃ近い、うん、近いんですよ。そうだからぜひ来てください。名古屋にお住まいの方は高速道路でスーッと来れるので、高速道路沿いにあるんですよ、一宮市民会館が。いいね。そうなんですよ、ぜひ来てほしいですね。え、本当に来てほしいよね。なんか準備進めてるんですけど、うん、なんかもうボリューム満点、楽しさ満点本当に楽しい。今もうすでに楽しい。楽しいよね、うん、アクセス抜群だって。ありがとう久しぶりに会えて嬉しすぎる。そう、ショールームを見るということを、会えるって言ってくれるのすごいね、うん、会えて嬉しいです。ありがとう。一度目ってそんな近かったのか。え、そうだよ、
来てね、みんな近いから。めっちゃ近いよね。マジで近いよね。最近こう仕事で8期が一宮に来てくれること増えたんですけど、結構みんなすぐ来てすぐ帰れるから楽だと思う。ほんまにそう、ほんまにそう。セタリ決まりました？固まりましたか？はい。え、これ出現大丈夫？セタリ固まったわ、言っていい？うん、よし。私結構配信で出現してるかも。本当気をつけてね、うん、好きなことベラ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 喋ってる、うん、あとだって8日ですからね。あと8日ですから。あ、ねえ、あのさ、みんなさ、あの、え、今何日？7月30日。7月なんかね、やりたいことがあるんですよ、私。 X であのメンバーとのツーショットを8期のね、8人の、だから7人だよね、うん、7人とのツーショットをカウントダウンで載せたいんですよ。あと何日って、パチパチパーチーまであと何日載せたいんだけど、これって何日からやればいいんだ。7人分だから1日からやって、当日 1,2,3,4,5,6,7 でやればいいんだよ。当日は、当日は今日ですって、今日ですだけでいいのか、うん、っていうことをしたいんですよ。私は隠し持っている、みんなとのツーショットをくださいツーショットを、ね、私持ってるからそれを載せたいんです。だからみんないっぱいいいねしていっぱい拡散してくださいね。でもそれを載せる前からやっぱ今ちょうど1週間前とかそれぐらいのちょうどいい時期だから、やっぱ早めにね、みんな予定を立てたいと思うの。だから今が宣伝チャンスかなと思って。8人全員の写真自撮りで撮ってないわ。で、なんかさ、うん、いざ言われるとさ、あるかなって不安になる。ま、任せろり。いや、あるんだけど、うん、なんかいざ急に出す感じで漏れてるかなって。え、そうなんだよね。やっぱX とかインスタに載せる写真って漏れてないと。いや、そうそうそうなの。載せれないよね。わかる、うん、自分の中のこう漏れてるゾーンに入ってる写真なら載せたい。でも今回その8期のみんなと撮ったツーショット結構漏れてる。ほんと？その日の美女良い。下まつげがね。そう、その日めっちゃ下まつげ長くて今もう抜けちゃったんですよね。生え変わりですね、うん、よし。すごい、もうこんだけ書いたよ。少な分かった分かんなくてびっくりした。頑張ったなと思って見せたら少なかった、うん、ゲスト倉島亜美さんですか？そうです。アミチュアンがここにいますね。アミちゃんは配信準備中です。今ね、ルームのバナー。そうだね、そういうちょっと X うんってなっちゃう写真はモバメなら安心しておかれるね、うん、ほら見て、プロ、うん、え、すごい。プロでしょ。プロだ。アミちゃんのショールーム行ったら URL から飛べる。そうなんです。ほら、こうやって押すと、すごいすごい。お、なんか見えるミューモになってるじゃん、えー、私はね、紙フレのホームページにしてあるはず。あれ、そうなんか上手にこの子。紙フレのホームページみんなアクセスしたことある？本当に、いいプロ。ない人多そう。結構幻サイトなんですけど、いいプロスにしたじゃん。一応更新されてると思う。あ、これ、うん、え、わ、うん、プロ島さん。そうね、今さ、いいプラスに飛ぼうとしたらミューモリ飛ぶより設定してたの。あ、こっちだ。なんかさ、うん、あの配信前のさ、うん、ホーム入るとさ、ホログラム流れるじゃんね。あ、うん、そのところをいいプラスにしちゃう。あ、ダメじゃん。え、これさ、ダメじゃん。 YouTube の URL に変えて、あ、じゃあホログラムの URL も貼り直さなきゃいけない。もう、まあ、全然プロじゃなかったです、すいません。でも やってることはプロっぽい。プロっぽいでしょ。プロっぽい、うん。え、じゃあホログラムじゃない YouTube にしちゃおうか。 やばいよ。だってそれショールーム終わったらその動画が流れるようになる、うん、じゃあなんかさ、うん、ティンズユニットの MV とかできたら勝手に変えよう。ミミさんのやつ出たらでいいじゃん。そうだね、うん、ミミさんのやつ。それまではじゃあチームイとかなんか好きなやつでいいんじゃない。いいの、私のなんか昔のさ、総選挙の候補、うん、やめて絶対もう野村の昔の候補。やだ野村美代です。一番恥ずかしいよ、ね、どうでもよくないとかにしてよ。なんでよ。どうでもよくない。どうでもよくないめっちゃ好きなんだよね。
ツアーの本番映像を見て感動した。ダンス揃いすぎて。てか本当にあのバタンキューで全然もう昨日とかもう疲れ果てて倒れ込んでたんですけど、サマーツアー本当にありがとうございました。全然どこにもお礼書いてなくて、 X も更新してなかったからみんな多分心配してたんですけど、フォーエバーとかにしたか、元気です、大丈夫です。でもさ、なんで X 更新しなかったって写真がないんだよね。そうなの。写真がなくて、てかなんか写真撮ってる、撮ってはいたんだけど、なんかやっぱ自分のビジュアルにモチベーションがない時ってあるじゃないですか。それだった完全に。大丈夫、インスタはちょっと更新したかな。うん、なんかありがとうって言葉がどこかしらでみんなに伝わってたら嬉しいけど。お、上手じゃん。プロシマさんが URL を貼れましたので、あみちゃんが今からショールーム画面を開いたらパチパチパーチに飛べます。ビプラスに飛べます。ありがとう、一宮津のビッチサンダル、よかった。歌うまかったくない？映像見て思った。やっぱさ、なんか歌い慣れてるからさ、確かになんか歌い慣れすぎちゃってるよ、ね。うん、チョココロネさんの写真欲しい。あるよ。え、じゃあ気が向いたら載せるね。うん、チョココロネさん、ツアーの夜公演でやった髪の毛、あ、そういうこと。セーラームーンみたいにここ丸くお団子作ってそこからコロネがあるみたいなことをしまして、やっぱ可愛い髪型してテンション上げたかったのでしたんですけど、まあなんせ自分の顔が嫌いだから、あの乗せれなかった。言うよね、野村って。あのね、結構それよく言う、野村言うんですよ、なんせ自分の顔が嫌いとか言うんですけど、その10分後に、え、待って、めっちゃ可愛いんだけど。なんかね、なんなん、なんかね、こう来てこう来てこうなんだよね、自分へのモチベーション。結局自分のこと可愛いんだ。いや、好きだよ、自分のことは、うん、好きだけど、なんか急に見慣れすぎちゃって嫌いになるんだよね。わかるけど、ゲシュタルト崩壊する自分の顔。なんかやっぱ自分の顔見つめすぎて嫌いになるはあるよ。私なんか、あ、すごい可愛いと思って、もういざ写真に撮ったらなんか、え、ちょっとブスかも、どうしようって。なんか自分が見てる顔と全然違う顔で写真できることある、うんうん、そう、だからそうなると不安になるの。気分屋さんなの？そうかも、気分屋さん。私結構気分屋さんかも、だいぶなんかその気分を撮ってくれる。うん、そういうこと。そう、優しい子。食トレの話した？してない。え、なんか前したって言ってなかった？え、うん、なんか黒島さんが配信でしてて、その流れでなんかアミちゃんが食トレの話してるよみたいなコメント欄で来た。うん、でそれでちょっと話しただけ。うん、食トレの話する？いや、私もこの前しちゃった。村のファンの人にはしてない。じゃあしよう。なんか食トレっていうのを最近してまして、なんか私が小食なんですね、すごく。見ての通り。見ての通り、ちょっとカリッカリで、ちょっとご飯がすごい小食なんで、なかなかね、完食できたりとかができないんですよ。で、まあちょっと無理して食べて、どんどんちょっと胃をでかくする必要があるかなと思って、なんか体力とかもね、どんどん落ちてっちゃいますから。夏だしね。そう、だからそれもね、改善しようで、なんか最近一緒に過ごす時間がめっちゃ多くて、うん、ランチを大体一緒に食べてたんですよ、うん、でそのランチを食べる時に私が残すやん、うん、残してもう食トレーナーがあの私についてるので、なんか私がね、冷ややっこを頼んだ、うん、冷ややっこを頼んで、まあ、食べようと思ったんだけど、なんか4分の3くらい食べたところでちょっとお腹ペナっちゃったのね、うん、なんかそうしたらなんか、これは食べなさい。これはいけるよね、うん、豆腐はいくら食べてもいいから、体にいいから食べなさいって言われて、はいって言って、めっちゃ時間かけて食べたよね、うん、もうその冷ややこなんてみんなチュルって食べれるものを、私は多分10分ぐらいかけて食べた、普通に、うん、なんでだってさ、豆腐なんてさ、うん、とんでもお腹たまるなんてことない。始まったよ。食トレーナープロ、プロがいる、やばい。いや、お腹たまんないよ、豆腐は。いや、たまるって。いや、本当に最近その、私は食トレをしないと、まあ、ライブもたくさんあるから、
そうだよ、やばいっていう、倒れちゃうから、そうなんですよ、本当に体重も健康を思って厳しく言ってますから、うん、私はなんか多分ね、言えないですよ、言えないけど私の体重とか体脂肪率を言ったら引かれるレベルなので、だから頑張って応援してくださいでもなんかファンの方の中でも一緒に食取りしますって言ってくれる人いるから嬉しいな、いいね、そうなの、頑張って食べてるよ、無理して食べてる、ちょっとでもじゃないと、いやそんぐらいの方が意外とその良かったりするから、そうなんだよ、でもすごいこれは不思議なんだけど好きなものだとめっちゃ食べれる、そうそうそう、波がやばくて、だからもう倉島さんは、うん、あの野村が食べそうなご飯をいっぱい調べて、うん、ここ行くよ今日って言って連れてくる、めっちゃ美味しそうなの選んでくれるんだよ、すごくない、トレーナーだよね、でもりもりいつもより食べてるからよかった、頑張ったよね、うん、なんかある日あのハンバーグを食べに行ったんです2人で、なんか定食みたいな感じでね、すごい美味しい感じで出てきて、あれ美味しかったよね、美味しかった、また行こうね、うん行こう、なんか自分野菜嫌いでさ、うん、なんか一緒に置いてあるキャベツとかいつも食べないんだけど、めっちゃ頑張ってベジファーストしてたのだからやばい、私もやらなきゃ、意識高くやらなきゃと思ってちょっと食べました、ちゃんとベジファーストまではいかないけど、あのソースに紛れさせて味を、そうハンバーグのデミグラスソースで食べてたえ、ちょ生野菜が本当に食べれないの、わかる、これこの画角大丈夫そう、めっちゃ画角広いね、新しいからか、広いの、私全然画角狭いよ、本当だ、うん、え、なんかさ広角になってない、うん、なってる、え、これなってる、なってない、なんかそれは携帯の機能が良すぎるんじゃない、いや前の携帯からそう広角なの、え設定なんだろうね、もう携帯の機種によるんじゃない、え、前のやつ何だった機種、12、あ、もうそれは最先端だわ、これ、あ、これが11、そうだそうだ、11プロマックスだからこれ、11プロマックスが私はもう最先端だと思って生きてるからね、うん、絶対違うよ絶対違う、11プロマックスで生きてるから私まだ、うん、申し訳ないけど絶対違う、でもすっごい画面も割れてないし、え、もうめっちゃ綺麗、いいよね、うん、ちょっと最近カメラ使ってると落ちるけどやばい落ちたよって、カメラ撮ってると落ちるって言われる、カメラ落ちちゃうんですけど、でもそれでも生きてるからまあ使うべきかなみたいな、宮村何やってるの配信、今ね8月8日のパチパチパーティーに人を呼び込もうと思って、チケットがねあとちょっとなんですよ、女性児童はもうほんと残りわずかで、普通の席もあのたくさんあるよとはネットに出てるんですけど、結構あとちょっとなんですよ、たくさんない、うん、だからみんな早い者勝ちに来てください、やっぱりハチキちゃんでたくさん人を呼べるようになりたいの、私はめっちゃさっきからさ、ユズポのエクステを見た感想は可愛かった、うん、劇場での納涼イベント申し込みました、明日の登録楽しみ、明日登録なんだ、納涼、納涼イベント何するか分かってない、みんな知らなそう、うん、納涼イベントなんだろう、流しそうめんしたいんだけど無理かな、劇場で始めます、はい、アミちゃんの配信ルームに URL があるのでパチパチパーチぜひ申し込んでみてくださいね、初めて見てる方、せっかくさ、うん、このなんかいい感じの背景作ったのに私でもう種明かししちゃってるで、今何時、ぷぷぷぷ、おー増えた、で今特典会のサイン書きつつ喋ってます、あさってに座席が判明するはず、あの寮はちきじゃなくて、はちきちゃんはもう席分かってないんじゃ、分かってるんじゃなくて、あ違う、分かんない、パチパチパーチって席まだ分かってないのか、うんそうだと思うよ、イヤホンでこれ好き聞いてるからこっち無音です、え今日土曜日じゃないよね、帰るでね、あ、びっくりした、うん、これ何それ、この前さ、なんかさ、涙袋に血色がどうたらみたいな、あ、うん、これだったよ、バズってたやつ、え、欲しい、買った、え、めっちゃ売り切れてた、いいの、マミちゃんのルーム始まりました、発色ないかも、ほら、見て、あんまない、え、かわいい、コスメ大臣です、コスメ大好き倉島亜美、いい席になりますように、発見があさってなのか、
あ、じゃあ明後日席が分かるんだ、パチパチパーチーの、うん、楽しみだね。髪の毛ボサボサ。あ、そんなことないよ。グッズもそろそろ届くかな。だってどうかな。そうじゃないけど。そうだよね。でもライブ前には届くもんね。うわ楽しみだな。みんながうちわとか持ってきてくれるの。うちわめっちゃ可愛いよ。叫んだもん可愛くて。よかったね。そう嬉しい。やっぱグッズが漏れてるとモチベーション上がるわ。ファンの人もさ、それを写真に撮って SNS に載せるの絶対楽しいじゃん。その方が。アミちゃんが買ってきてくれました、ジュース。ローマ版の広告掲載っていつからか知ってますか。わかりません。まだ出てない。私たちが知ってるだけ。あなたの野村はもう何も知らないのか。なんか多分あんまりよろしくないよねこれ。うん、だよね。わからないと言っておきます。うんふん、タピオカおいしい。めっちゃ画質いいよこれ。え、やばほらねえ、11 Pro Max 頑張ってあ、聞いちゃってすいません、ありがとうございます。え、全然大丈夫です。気になりますよね。気になる、気になるよね。ごめん、私たちももどかしい。あー一本アホゲー。ところでみんなパチパチパチは持ち込んでくれたかな。え、もう本当にあれですよ、耳にタコができるぐらい言いますよ。やっぱり来てほしいあ、そうだよね、あんまり見せちゃダメだもんね。楽しみにしててほしいもんね、うん、なんかこうやってね、2人の生写真、私とアミちゃんの生写真を比べるとなんか顔の系統が違いすぎて、うん、本当にそう。なんか表すならなんかもう味噌と塩。そう、味噌結構もう激濃い味噌だよね、味噌と酢ぐらい違うかも、うん、全然顔の系統が違くてびっくりするよ、うん、まず私の口がでかすぎるすごい味噌です、味噌顔、うん、え、塩かお酢どっち。うーん、お酢じゃないなんかお酢な感じするよね、うん、酢っぽいよ。ルーとかが多分、うん、なんだろうね、砂糖。砂糖、いやー、うん、砂糖。砂糖か、あのけど九州醤油って感じ。いや確かに醤油だわ、ルーは、うん、九州醤油です。ルーちゃんは九州醤油顔です。カホちゃんは、カホちゃんキャラメル顔確かに調味料じゃないけど、うん、調味料だったら調味料、みりん。みりん違うな。みりんはマリンで一緒マリンが塩とかじゃない。確かにマリンちゃん塩顔かも。ソースが泉ちゃんじゃない。うん、うん、やっぱソース二度漬け禁止だから大阪は。ヨコニャンは、ヨコニャンはなんだろうね。けどソース路線にいない。ソース路線だと思う。ウスターソースとか。あーね、ちょっと違う種類のね。うん。ぽい。一緒にソースぐらいだった気もするけど。うん。そういうことです。おちゃん。口大きいメンバーは笑っても目がなくならないから目線来てるのが分かりやすいって話を友達としてた。口が大きい。口が大きいと。うん、口が大きいメンバーは笑っても目がなくならない。だって口と目って何も関係ないなんだろうね。だけど、ま、目も大きいってこと。まあ確かに、多分私のことだろうね。いや私だって何もなくなっちゃうもん、笑って線になるかわいい、それがかわいい。エネコ、エネコいる、ポケモンのエネコです。私は多分もうド迫力ですよね多分。え、まんべんの笑みしてみて、ライブとかでしてる。あーけど目は開いてるもん。ちょっと私披露してあげるよ披露してくれるの、うん、はい、じゃあライブでする満面の笑みです。せーの、あ、全然違う目もなくなっちゃう、どこ行ったのやばい、満面の笑みです。
私のパーツがあ、ほらもうなくなっちゃうかかわいい、めっちゃかわいくない？私、満面の笑みするとさ、こっち、こっちにもくださいって、はい、はい、いきます、せーのない。いや、まあ、私もだいぶない。はい、ライブでする笑顔でした。目がな、薄くなっちゃう。え、それが可愛いじゃん。目嫌い。やめた方がいい、絶対やめた方がいい、よくない、やめた方がいい。なんかパレオとかでさ、チャー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 。やっぱさ、うん、目合ってるって、うん、最近ほんとさっきのコメントの方もそうだけど、うん、目合ってるって確信を持ちたいじゃん、うん、やっぱファンの方とすれば。そうだね、私もそれをなるべくお届けしたいなと思って、うん、偉い、うん、頑張ってる。あー、偉い。私は気づくまでなんかするね。うん、わかるわかる。よくする。手振ってるだけだとさ、うん、なんかあんま気づかなそうな人もいるじゃん。確かに確かに。気づいてなさそうっぽい人も。後ろの方になればなるほどそうだよね。なんか例えばめっちゃこれいいなと思ったのは、後ろの方の席でもこうやってやってくれたら、こうやってやったら意思がもうね、疎通、わかる。なんかさ、この前さ、うん、あの遠くからさ、なんでやねん飛んできたファンの人から、うん、やばい、大阪すぎ。なんでやねん、なんでやねん飛んできたと。ハロー。8月8日に8月8日に一宮市民会館にて8期生の8周年じゃ8期生8人の8周年コンサートパチパチパーチーが開催されますので、ただいま一般チケット受付中ですので、ぜひ E プラスさんから購入よろしくお願いいたします。私のルームのなんかこちらかこちらの方にリンクが貼ってあります。よろしくお願いします。そう、それの呼び込み配信なんです今こちら。じゃ11枚分だけ書いていい？細いペン1個しかないから。パパパ見て、めっちゃ書いた、増えた。みんなに届くの楽しみだな、うん、でもこんなに枚数あるのに落選してる人が出てるのすごくない？ありがとね、みんな応募してくれて、大好き大好き、嬉しい。目が合ってるなって思うっていうことは、目は合ってると思います。私はそう思うよ。じゃないとね、そんな感覚にはまずならないと思う。だって言うてずっと客席を見ながら歌って踊ってるわけだし、その2時間半くらい多分サマーツアーとかはあって、その中で逆にどこもね、なんか見ないところなんてなくないですか？自信持って、目は合ってると思いますよ。うん、うん、ライブ行くよ。待ってるね、嬉しい。ぜひお友達も連れてきてくださいね。8月8日あと1週間ちょいくらいなんで、今かなって思う。やっぱ予定とか合わせて行こうって思うと、まあ全然前日とかでも全然いいんですけれども、やっぱ早め早めに準備して、宇都宮市民会館へのアクセスの仕方とかね、駅まで行ってタクシー使ったりバス使ったり高速道路にで車で来たりとかもありだし、駐車場もあります。初見さんありがとう。北海道から来るってすごくない？え、すごい。北海道から来る、なんかね、私北海道のファンの方多いんですよ。でも北海道にツアーで行ったことないんですよ、うん、なぜなぜだよね。19時から幕張握手会の5時販売が始まるので待機してた。あ、そうだよ、みんな、みんな、そうなのか、みんなそうだよ。みんなそうだ。今日の19時から、うん、9月の8、9、うん、の幕張メッセの愛のホログラムの追加の先着販売が1ヶ月間始まるから。1ヶ月か。で、今日の7時から先着だから、その残りわずかの人とかはめっちゃ待機しとかなきゃすぐ完売しちゃうから、うん、握手会？トーク？握手とトークのやつだって。だから皆さんぜひ、あの、あ、そうなの、お急ぎで。最初ホテル屋さんでラーメン食べてきた。いいね、一宮楽しんでるね。野村とかもあとちょっとじゃない？わかんないわかんない、私もわかんない。19時から、じゃあミューモ待機でお願いします。あ、9月の7、8だって。あ、7、8、7、8らしい、
へえ。いや、自分販売してないんじゃないかな。いや、私なんかいくつか出た気がするから、絶対野村も出てる気がする。いや、わかんない。なんかちょっと結構前すぎて覚えてないよね。一個前の、うん、その四次受付は、うん、そのキャンセル分とかも含めたやつだったから、どんぐらいそこで変わってるかも。え、でも多分あると思うから。うん、全然まだあると思います。みんな待ってるね。お話ししようず。嬉しい。みんなに会えるいっぱい。夏乗り切ろう。なんかそれモチベに頑張るね。やばい。なんか自分さ、体バキバキ女だからさ、結構毎日さ頑張って生きてるんですけど、今年の夏は今までの夏で一番こう乗り切るっていうか、こう乗り切るのが難しいなと思って、だからそこをね、自分が体調管理をしっかりして乗り越えた先にみんなとトークと握手会が待っているから、そう、夏越えたらね、楽しみ。すごいね、これ誰、これ、うん、これよだれ猫気になってた、これ。いいよいいよ、紹介して。 誰かなカメラに向けて紹介していいよ、うんうん、これ宮丸さんのオリジナルキャラクターよだれ猫さんです。かわいいでしょ。生誕くじのなんかステッカー、それ知ってる、にした。ライブのチケットはどこから申し込むの？いい質問ですね。このライブのチケットはですね、 E プラスさんというアプリでもありますし、サイトでもあるのかな、そう、 E プラスさんにて一般販売されているので、ぜひ E プラス SKE48 と調べてください。よろしくお願いします。はい、来てください。パチパチパーチ、8月8日一宮市民会館です。チケット残りわずかです。よろしくね。ティフもあるじゃん、サマステも。そうだよ、ティフもサマステも仙台もある。私 E プラス行ったら大体チケット今あるかな、うん、サマツアーめっちゃ楽しかったし、パチパチパーチもめっちゃ楽しみ、うん、それな E プラス、え、 E プラス、 E プラス、 E プラスだよね。わかんない、 E プラスか。流れるような宣伝、あ、任せてください。もうラジオパーソナリティやってるんで任せてくださいE プラス、どっち派みんな、 E プラスか、 E プラス、わかんないけど、これ前なんか E プラス、この前これさ、上心、上心みたいな、どっちみたいな風になったんだよね、うん、どっちだろうね、下派。あ、じゃあ私ずっと上だったわ。 E プラスって言った。 E プラスだった。 E プラスじゃない、 E プラスじゃないの、なんかちょっと E プラスの方がさテンション高くなるじゃん。 E プラスじゃない、 E プラスか、 E プラス、 E プラスか、 E プラスか、え、みんな下派って言ってる。 E プラス、じゃあ私が E プラスって言ってるの結構よかった。 E プラスか、 E プラス、 E プラス、SKE 公式サイトの今買えるチケットに全部あるよ。だっていい情報ありがとうございます。まあ上げるか下げるかは気分次第でいいんじゃないですかE プラスの中の人っていうか、なんか運営の方がもしいつかお会いする機会があったら聞いておきますね何も発音変わってなかった何時まで配信してくれるかな。え、今何時ですか。そんなめっちゃ長くはやれないかなって感じです。まあこの配信で一人でもね、パチパチパーチに興味を持って来てくださる方が増えたらいいなって思いがいっぱいでございます。運転しながらの帰宅なのでラジオ状態で聞く、うん、よし、6時21分、じゃあ6時半までやろう。あと9分やるよ。パチパチパーチいっぱい人来るかな。でも一宮にファンの人がいっぱい来るって想像しただけで結構楽しい、もうすでに、うん、夜も配信あり、はい、気が向けばやります。で今日は TikTok あげる、ストックがあるの2本くらい。すごくない、偉いっしょ。やっぱ TikTok だから私たち TikTok だから、ね、TikTok でもやっぱり外へ発信を欠かさない、偉すぎ。一宮のモーニングいいね。8月8日楽しんでください。七夕祭り楽しかったね。楽しかった、うん、楽しかった。結構毎年レベルで来てたんだよね実は。うん、そうなの。結構いつも八木ちゃん誘ってみんなで遊んだりとかしてたんですけど、公表する前とかもね。うん、そうだよ、密かにね。うん、
食トレ行くの？行きません、この後は。更新多めで嬉しい。え、こちらこそ嬉しいです。みんなが反応くれたり楽しみにしてくれてるからモチベがあるやっぱ SNS はモチベーション、めっちゃそう思う。自分がなんか納得いく形でできたら最高だけど、意外にね納得できなくて投稿できない時とかもあるんで。そうなんですよ。あみちゃんにそろそろ TikTok アップしてって言っといてください。あ、え、撮ろう今度。あ、はい、うん、頑張ります。かわいそう。頑張ります。頑張ってるからね、うちのあみちゃん。うん、忙しいから今。はい、忙しいです。忙しいです。気が向いた時にお茶も。野村ってさ、うん、マジいつ何時も TikTok 撮ってない？マジ。え、そうだよ。でもびっくりしたんだけど、なんか暇さえあれば撮ってない。そうだよ。そうなんだよ、自分、うん、TikTok マジ。けどさ、うん、普通の人だったら、うん、その時間メイク直したりとか。うん、自撮りしたりとかするんだけど、うん、なんか全部の時間合間 TikTok 撮ってる自分 TikTok 結構不器用ながらに頑張ってて、うん、なんかすごいダンスとか覚えなきゃいけないじゃん TikTok って踊るから、うん、なんかそれも全然頭に入らなくて、何百回とやってるからもうゆずぽにその音楽かけるのやめて何回流せばいいのその音楽、うん、もう無音でやってんの村って言われる。でも無音でやってます、結構イヤホンしてやってたりとか。でも結構8期の中ではもう TikTok 撮るのが習慣みたいなところあるからね、割と多いからね。うん、かおちゃんもやってるしね。であと CMS のアカウントとかも、うん、泉ちゃんもこの前忘れてたし、ね、泉ちゃんさ TikTok 載せてるんで横にもね、そう言ってた。なんか目標があって更新頻度これぐらいがいいんだよねみたいな偉い喋ってたから、めっちゃ偉い。本当に8期ちゃん偉いね。リールもね結構載せてるよね、みんな。やっぱ私が始めたんで、うん、私からだよね。しょっぱなそうだと思う。ちょっと、うん、先陣切っちゃって、うんうん、今止まってますおいおい。しかも私もう去年の愛の、うん、去年じゃない、愛のホログラムリリースの時に撮ってるとこから全部止まってる。マジ？あの撮ったやつ全部撮ってるんだけど、あの村とかお花見の動画載せてるじゃん。載せてる。あれも持ってるし。おい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 。今、うん、あの同い年3人でいたんだけど、そこも撮ってるし、うん、あとホログラムのあのララポートのさリリース。あったあったあった。それも撮ってるし、全部載せてない。なんで？本当に時間が時間がないない時間がないないなんですよ。そう。いや、なんか野村ってさ、なんか思い切りがあるじゃん、なんか。え、もう撮ったらすぐ編集。そう、なんかそれができなくて。生まれちゃうもん、アルバム。え、アルバム何枚入ってる写真？5万とか。やっぱ入るよね、そんぐらい。自分、6万なの。ちょっと、爆発してんのよ、もうこの11 Pro Max のキャパを超えている。11 Pro Max にしてはかわいそうな数字。これ、2020年から使ってるからね。やば。やばいね。よく持ってるよね。もう4年目。やばくない？私のアイドル人生半分これなの。すごっうまいよね。いや、私は多分結構優柔不断なのもあるし、うんうん、そのまあそうね、そう多分そう性格の差が出ちゃってる。わ、うん、かる。私は優柔不断じゃないの結構、うん、これだったらこれ。私だってもう常に自信がなくて、うん、どうしようどうしよう、どうしようやけどこの前なりがちね。そうなんですよね、結構分かりやすいですよね、8期って多分。かおちゃんもこっちタイプだ。そう、うん、だから私全部の SNS の投稿さ、うん、夜の23時だ、うん、え、ルーちゃんもそうだよね。ルーちゃんには負けちゃうのやばすぎ。だってルーいつも30分前、うん、今日この前 の、 あの七夕祭りの時はルーちゃんに勝った。うん、うん、私の方が早い。最近私全然 X 動かしてないから、うん、SNS 全 SNS の中で X が一番苦手かも。何が得意？え、インスタの一斉配信チャンネルってかさ、あの私も入ってるんですよ私もなんか入っちゃって誤作動で、インスタで私さ、みよまるちゃんっていう一斉配信チャンネル入ってる人いると思うんですけど、私がおはようとか TikTok 載せたよとか今日も一日頑張ろうねとか載せる、まあちょっとしたねトークみたいなところがあるんですけど、でそれなんかメンバーでね最初の方最初に始めたよね。そう、一番多分 SK で一番最初に始めたのね。そうで、なんか何これ珍しいと思って、うん、そのなんか
触ったらなんか誤作動で入ってしまってで全ての通知が今まで全部届いてるんですよ。だから私があのファンの人に大好きだよとか送ってるのも全部届いてます。いやそうなんですよ、そうなんですよ。毎日愛を伝えてます本当彼女に。なんか多分入ってる方なら分かると思うんだけど、うん、なんかプレゼントボックスみたいなメッセージが来るんですよ。でなんか文章が見えなくて、うん、でなんか押したら文章が開くみたいな。でこれなんだこれと野村から来たなと思って押したら大好きみたいな深夜に大好きみたいな。えでも大好きが一番いいね多いから、うん、みんな大好きでしょ。でもうちは家で一人で、うん、あ大好きって来たなってでもあれ押すの楽しくない結構。いやけどファンの人はワクワクするんだ、うん、あれ好きって言ってるほらそうなんですよ、私もあれ好きなんだよ、うん、だからやってんの。でも一斉配信チャンネルめっちゃ楽なのね。だから私はもう全部見てるからね、うん、そう見てるんですよ。私がショールームするよとか TikTok ライブするよ全部知ってます、うん、はい全部知ってます。そうなんですよ。そう一斉配信チャンネルもぜひ参加してください。じゃあパチパチパチ来てくださいね。お願いします。パチパチパチ、どう興味持ってくれた？でも多分ショールームだと初めて見る人って限られてるんだよな。もうみんなだいぶ申し込んだよって人が多そう。 TikTok ライブしようかな。普通に行きます。パチパチパチ。有給取ったのでありがとう、嬉しい。もうすぐ30分になる。はい、じゃあそろそろ終わろうかなと思います。モバメ取れば完璧。そうね、私はモバメで生きてるから。一番得意はモバメか一斉配信チャンネル。私これやろうとしてたのに忘れてた一番大事なやつやん。一番大事なやつ。さあそろそろ終わりますけれどもパチパチパチ、8月8日宇都宮市民会館にて行われますので、 E プラス分かんないですけど E プラスさんで一般販売中なので、ぜひ気軽に会いに来てくれると嬉しいです。よろしくお願いします。ってことで一旦終わります。かほちゃんも一斉配信チャンネルやってる。あ、そうなんだ。私一回野村ので入っちゃってるから、うん、触んないといたの全部通知来ちゃうから。通知来ちゃうね。そう、なんか出方が分かんないからね。じゃあまた夜に気が向いたらやると思います。あと TikTok そのうちこの後更新すると思うので待っててください。私今日インスタ絶対載せます。載せますよ彼女。はい、頑張ります頑張ります。昨日載せようとして、うん、無理だった。あー分かるよ、私も載せたいんだよね。私昨日の目標がそれだったの、うん、1日かけてね、うん、1日かけて無理だった私も今ねサマーツアーの写真自信なくて載せてない写真いっぱいあるの、うん、じゃあ気が向いたら載せますまた、はい、じゃあまたありがとうございました。すごい急に始めちゃってごめんなさい。またパチパチパチでお会いしましょう。バイバイチャムー。